市川みなみは、日本の元映画プロデューサー、実業家。東方株式会社取締役常務執行役員、映像本部映画営業、宣伝担当、東方シネマズ株式会社取締役会長、東方マーケティング株式会社取締役会長、東方東和株式会社取締役、東方芸能株式会社取締役、株式会社東京現像所取締役、 東京都出身。父は映画プロデューサーの市川貴一。母は女優の関千恵子。東方シンデレラオーディション審査員。1989年に学習院大学文学部卒業同年4月に東方入社。宣伝部で千と千尋の神隠しなどを担当した。2001年より映画調整部に移動し、 配給作品の編成及び自社制作作品のプロデュースを担当した。代表的な作品には、世界の中心で、愛を叫ぶ、今、愛に行きますなど、2006年4月より映画調整部長を担当。2012年、東方参加の東方映画社長に就任した。2021年5月より、現職。2004年に、世界の中心で、愛を叫ぶの制作で、 第24回、藤本賞2005年に、エランドール賞プロデューサー賞、恋、田中賞2013年に永遠の例の制作で、第33回、藤本賞を受賞している。ありがとうございます。